はい、どうもこちら渡辺です。今日はですね、ちょっと雑談をしていこうと思うんですけども、またね、ネット回線のお話になりますが、ちょっとずつですね、状況がまあ改善されてきているので、今どんな感じで乗り切ってるのかっていうところですね、お話をするんですが、まあ、これまでの話をね、ざっくりまとめていきますと、今うちはですね、ネット回線難民の状態になってるということで、固定回線がまあ引けないという状態です。その理由がですね、電柱の建て替え工事が必要っていうことが後から判明したので、その工事が完了するまでそもそも固定回線を引くことができないということが判明しました。で、まあ目安としてはもう数ヶ月先になるっていうことなので、じゃあもうですね、一般的なこの固定回線以外の方法で数ヶ月間乗り切る必要が出てきたという状態です。まあその一つの方法としてまずホームルーターを試しました。で、WiMAX のホームルーターを試したけど、WiMAX のホームルーターの速度がほとんど出なかったので、断念しました。で、ドコモホーム 5G はですね、おそらく結構使えるはずなんですよ。だけど、まあ、届くまでに結構時間がかかりそうだったっていうところと、端末を購入する必要があったんですよね。で、うちあくまでこの固定回線が引けるまでの間の期間限定だったので、あんまりこの物を増やしたくないっていうところは正直ありました。で、ドコモホーム 5G はまあちょっとスルーしていたと。で、その後ですね、このイーサネットテザリングっていう方法ですね、この Wi-Fi ルーターを通してスマホのテザリング機能をね、家中に拡散させるっていう方法を使って乗り切ることができてます。今回線としてはドコモの 5G ギガホプレミアっていう、ね、回線を使ってます。なんでかっていうと、まず au 回線はちょっとあんまりね、うちのエリア強くなくて、ドコモの方がね、速度がまあそこそこ出るっていうことが分かったので、その回線を選びました。ポイントは、まあ、ドコモ回線でデータ使い放題っていうところです。で、このドコモの回線ではですね、 10Mbps から 30Mbps ぐらいでした。なんでまあ都心と比べるとだいぶね、遅いっていうところは正直あります。で、アップロードに関しては 10Mbps いかないぐらいっていうところですね。で、日常使いではこの YouTube の動画とかね、 1080p ぐらいのコンテンツであればまあ普通に見れます。なので、まあちょっとね、休憩がてらですね、動画を見たりとか、する感じで使う分にはまあ問題ないかなっていうところ。ただ 4K は見れないので、高画質で動画を見るっていうのはちょっと厳しいですと。で、一番それより困っていたのは YouTube のアップロードが遅いということですね。 4K 動画をアップロードするのに2時間から3時間ぐらいかかっているんですよ。だからここ最近のね、アップロードしてる動画ほとんどね、2、3時間かけてアップロードしてます。はい。ただですね、動画ができてその日にアップロードするっていう場合はちょっと焦ったり厳しいなっていうところはあるんですけど、まあ、翌日以降にアップロードする動画であれば、まあ、そこまで問題じゃないかなっていう感じで、まあ、なんとかね、運用はできてたっていうところです。で、1本だけですね、当日に上げたい動画、まあ、速報動画があって、それはですね、ちょっと時間がかかりすぎるので、カフェに車を走らせてですね、カフェのフリー Wi-Fi を使ってアップロードしたこともありました。ただ今のところそれやったのはですね、1回だけですね。うん。皆さん結構コメントいただいてるんですけども、スターリンクについてですね。で、スターリンクに関しては前回の動画でちょっと触れてですね、概要欄とコメント欄にも記載してるんですが、このスターリンクすでに注文してます。はい。で、今はですね、このスターリンクが到着するまで待ってる状態です。で、スターリンクっていうのは海外からの発送になるんですよね。なので、届くまでにはどうしても1週間以上ぐらいはね、かかりそうです。1週間から2週間の間ぐらいでね、届くんじゃないかなと思ってるんですけども、まあ、結構注文してからまあ、すぐに数日で届くっていう感じではないんですよ。なので今回はその期間の、回線をちょっとね、快適にできないかなと思って、まあ、試行錯誤してみたというお話になります。まあ、ちなみにですね、スターリンクね、もっと早く買っとけばよかったじゃんっていう話なんですけども、なかなかですね、この状況が見えないとスターリンクって結構大きいものですし、端末も購入することになるんで、まあ、ちょっとリスクがあるんですよね。まあ、例えば固定回線がいつ引けるのか分かんないという状態だったので、スターリンクをまあ注文しましたと。で、設置して、おお、なかなか使えるじゃんってなって、その翌日とか数日後とか、まあ、1週間後とかにですね、固定回線が引けてしまったら、スターリンクのありがたみがね、全然なくなっちゃうっていうところがあります。ちょっともったいないですよね。なので、まあ、固定回線がいつ引けるのかっていうところが、まあ、鍵だったんですよ。で、結果として、まあ、数ヶ月引けないっていうことが、ね、分かったので、じゃあもうこれはね、スターリンクの出番だということで、注文することにしました。はい。で、ここからね、今回の話になるんですけども、今回はですね、楽天モバイルをですね、契約しました。はい。で、楽天モバイルって言ったら、まあ、これまでですね、うちのチャンネルで何回も取り扱ってきたことがあります。まあ、もう1年以上ですね、楽天モバイルの話は多分してないと思うんですけども、まあ、今現在は、この楽天モバイルはね、特に契約がない状態でした。そこから改めて楽天モバイルを契約しました。その理由とかですね、実際使ってみた話をね、していきたいと思います。それでは、行ってみましょう。
はい、ということで楽天モバイルですね、今回ですね契約は eSIM で行ってますので物理 SIM はなしです。 Xperia に、楽天モバイルの eSIM をね、ダウンロードして使っているという状態です。で、楽天モバイルに関しては以前ですね楽天アンリミットでこの無料だった期間がですねあったんですよね。で、1年間ぐらいずっと無料で提供してた時期があって、その時にですねすごい話題性も強かったですし、まあ、実際普通に使えて、1年間無料で使えていたので、まあかなりおすすめの回線でした。で、取り上げていたんですけども、まあ、1年ぐらいですね、本当に無料でね、普通に使えていて、ああすごいなと思っていたんですが、ちょっと状況が変わってきまして、この楽天モバイルって以前はですね、楽天回線とこのパートナー回線エリア、要は au の回線を使って、まあ、パートナー回線として使えるっていうね、この2つの回線をね利用してやっていたんですけども、最近は多分ねこのパートナー回線ってもうほぼ使えないんじゃないかなと思います。というのも楽天回線のエリアが拡大していくとともに、まあ、パートナー回線がなくなっていったからです。でですね、その時ちょっと困ったことが発生して、まあ、楽天回線のね、エリアに、まあ、前のマンションのエリアになったんですよ。で、それで快適に繋がっていればよかったんですけども、楽天回線になりました。で、パートナー回線が使えなくなりました。で、その繋がってるはずの楽天回線がほぼ繋がんないっていうね、状態だったんですよね。なので、あ、これちょっと厳しいわ、ということで、まあ、ほぼ繋がんないような回線になっちゃったので、まあ、解約したんですよ。うん。で、確かその後ですね、この有料化したっていうこともあって、無料だったものが有料化になったっていうところで結構反発もあったっていうところもあると思うんですけども、まあ、そんなところでですね、まあ、一時期この楽天回線からね離れていたっていうところになるんですけども、結局のところこのまあ無料だったんですけども、この有料化したっていうところはまあしょうがないことかなと思います。まあ運営するのにやっぱりね資金は必要になりますし、まあ、回線をどんどん強化していくっていう方が大事だったりするので、まあ、安定して高速で使えるね回線になってくれた方がですねユーザーとしてはありがたいのかなと思います。ちなみにですね現在のこの楽天のプランなんですけども、この楽天アンリミット7が、まあ、現在2023年時点のね、プランとなってます。で、今のプランはですね、基本的にプランは一つなんですけども、月間ですね、3GB までであれば、料金は980円です。続いてですね、3GB から 20GB まで使ったら、1980円になります。これ税別ですね。で、最後、20GB を超えた場合は、2980円になります。まあ、つまりですね、20GB 超えて、まあ、それ以降は使い放題で2980円ということになります。価格的にはですね、まあ、破格っすよね。2980円で、まあ、データ使い放題です。まあ、それ以上料金もいかないということですよ。ちなみにですね、今契約しているこのドコモの回線ですね。ドコモの 5G ギガホプレミアに関しては、データ使い放題なので、まあ、イーサネットテザリングでね、すでに何ギガ使ったかな？はい。こちらです。379GB ですね。使ったりしておりますね。めちゃめちゃ使うんですよ。まあ、これ普通に使っていてこのぐらい使ってるんですよ。まあ、固定回線として使ってるからですね。で、料金は6650円。で、このドコモの 5G ギガホプレミアに関しては、データ使わなかった場合ですね、3GB までの場合で5150円となります。まあ、1500円安くなるということなんですが、使わなくてもですね、5000円かかるんですよね。結構やっぱり、まあ、ドコモの料金っていうのは、まあ、高いというのは正直あります。ただまあその分ね、場所によってはめちゃくちゃ高速でね、快適に使える回線だとは思うので、まあ、料金は高いですけど、まあ強い回線ではあるなっていうのは、まあ体感としてあります。でまあそう考えるとですね、楽天モバイルの回線って、まあ実質無制限で使えて、2980円なので、めちゃくちゃコスパいいと思うんですよ。特に今回みたいな、このイーサネットテザリングをしたりとか、まあ、データをめちゃくちゃ使う可能性があるっていう時に、まあ、かなり使える回線だというふうに思いました。で、なんでこれまでですね、楽天回線使わなかったのかっていうと、前にですね、使っていた時、まあ1年以上前なんですけども、使っていた時に、まあ、あんまり繋がんなかったっていうね、経験があったので、ちょっと避けてたところはあります。はい。だけどまあ今回ね、もう時間が結構経ったので、まあどうなってんのかっていうところで試してみたという結果ですね。一応こんな感じになるんですけども、これXperia本体から、計測した結果なんですが、下りですね、46Mbps 出ました。びっくりです。今この新居でですね、計測した中で過去最高の数字を叩き出しました。46Mbps。で、実際これでどのぐらい使えるのかっていうと、もうこれですね、4K 動画止まらずに見れました。はい。そこまでですね、まあ、回線は良くなってきてます。で、アップロードに関してはここに表示されているのはね、まあ、10Mbps ぐらいなんですけども、まあ、何度か計測していてですね、まあ、一応こんな感じの結果も出てまして、なんでま、10Mbから 20Mbps ぐらいは出てるんじゃないかなっていうところで、アップロードもですね、体感として、まあ、ドコモ回線よりも早くなりました。ちょっとね、興奮しちゃってるんですけども、4K 動画ですね、アップロードするのにかかった時間がですね約40分ぐらいです。
はい、でこれまあ決してですね早くはないんですけど、今までですねこの 1,2 週間ですねすごい苦戦してた環境から考えるとだいぶパワーアップしてます。 2,3 時間かかってたものが40分で終わってるんで、めちゃくちゃねいいなっていう風な体感があるんですよ。で、今の体感だと、まあ、これまでのマンションで使っていた固定回線 VDSL の回線とあんま変わんないなっていう体感まで来てます。だまあちょっとずつですね、まあ、今モバイル回線で運用してますけど、まあ、改善してきてるっていうのが現状です。はい、ということで、まあ、最近の楽天モバイルということで、まあ、少なくとも今使ってるね、行動範囲のエリアでは、かなりいい感じです。一番使えてるかもしれないというところです。で、ちょっとツイッターの方でですね、さっきの速度をですね、シェアしてみたんですけども、もっと速い人たくさんいまして、この楽天回線でですね、100Mbps 近く出てる人もいましたし、なんか、基地局の近くとかね、まあ、すごくいい場所であればですね、300Mbps を超えてるね、速度とかも、シェアしてくれる方がいました。まあ、楽天回線も、もちろんね、5G 対応しているエリアがあるので、楽天のこの 5G のエリアですね、その場合なんかは結構速度出るんじゃないかなっていうところです。で、あとまあ楽天回線を使うメリットとしては、まあ楽天のね、アプリで使った場合は、この、まあ、通話料無料で、無制限で通話ができますよっていうところだったりとか、あとはね、楽天での買い物ですね。楽天モバイルを契約している場合、楽天ポイントがプラス3倍つきますと、まあ、楽天で買い物をするときにちょっとお得になりますよっていうところはあります。で、まあ楽天回線もですね、いいところばかりではなくて、まあ、安定感はそんなに強くないですよっていう話もあったりとか、あとまあ地下とかにはちょっと弱いですよっていう話もあったりとか、やっぱり場所によると思うんですよ。行動範囲によるっていうふうに思うんですけど、まあ、今の用途って実際ですね、自宅固定で使うんですよね。なので自宅の中でそこそこ速度が安定して出てくれれば全く問題ないっていう環境なんですよね。まあ、それを考えると、まあ、今回楽天モバイルですね、めちゃくちゃいいなっていうふうに感じました。はい、ということで今日はですね、ちょっとね、いい報告になったと思うんですけども、まあ、楽天モバイルの回線を契約してみて、今イーサネットテザリングしてるんですけども、今までの環境よりもちょっと良くなりました。はい。ただまあ、これでもですね、固定回線にはね、劣りますし、まあ、それこそね、この後ね、まあ、数日後とかに多分届くと思うんですけども、まあ、スターリンクには劣ると思うんですよ。で、少しずつですね、この環境がね、良くなっていく感じがね、ありましてですね、自宅の固定回線が引けてないってね、結構絶望的な状況だと思うんですけども、まあ、だんだんなんかね、良くなってきて、逆に楽しくなってきてるっていう感じですね。で、いよいよ次は、スターリンクですね、届きましたら、設置していきます。で、それで、まあ、速度を計測してみたりとか、実際に運用してみてね、レビューしていきたいと思いますので、そちらもね、お楽しみにしていただければと思います。まあ、今回はスターリンクが届く直前なんですけども、まあ、楽天モバイルを使ってみて、前よりも良くなったというお話でした。まあ、eSIM なのですぐ試せるっていうところと、まあ、もしダメだったらね、MNP して他の回線に切り替えてみたりとか、いろんな方法があるので、本当に気軽にですね、いろんな回線を試せるっていうことで、まあ、すごくいい時代になったなと思います。で、まあ、あとね、唯一試してないのはこのソフトバンク回線になるんですけども、ソフトバンク回線もね、実際使ってみたらね、いいっていう可能性もあるので、まあ、気になりはするんですが、もうそろそろね、スターリンク届きそうなので、まあ、ちょっとね、楽天回線でそれまでは乗り切ろうかなと思っております。ということで、今日はこんな感じで以上になります。この動画が良かったら高評価、チャンネル登録お願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。